ズームとかされてる方とかでもね、ちょっとパパッとやったらちゃんとやってるよっていう風に見れるアレンジになってるかなと思いますので、はい、ぜひよかったら皆さん参考にしてみてください。こんにちは。どうも渡辺です。今日もひとみさんでボブのヘアアレンジを第4弾目で今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日ボブの、ハーフアップアレンジ、結構ねハーフアップってかなり人気で、だいぶ皆さんこう検索とかされてる方が結構多いので、でめちゃくちゃ得意なんですよ。ハーフアップが得意と言っても過言ではないっていうぐらいのね持ち主なので、今日はねしっかりとやっていきたいと思い、やっていってもらいたいと思います。ということで、どんな感じの人におすすめかな。ハーフアップは、デスクワークだったりとか、下を向くような仕事をしてる方とかは、なるほど、顔周りが邪魔になるので落ちてくるしね、スッキリさせられるので。あとはテレワーク、ズームとかされてる方とかでもね、ちょっとパパッとやったらちゃんとやってるよっていう風に見れる、アレンジになってるかなと思いますので、ぜひよかったら皆さん参考にしてみてください。今日使うのはボブの方におすすめな 26mm のコテとシリコンゴム2本です。それではベースを巻いていきます。コテの温度はコテの一番下の温度に設定して先を巻きます。耳より前の髪の毛をまとめて太はねにします。反対側も同じように耳より前の髪の毛を太はねにします。後ろは半分に分け取って、右は右でまとめて太はねにします。左もまとめて太はねにします。最後は真ん中を取って割れ目ができないように真ん中も一緒に太はねにします。やっぱり乾燥も気になるのでモロッコオイルもつけていきます。オイルを2プッシュ出します。オイルは手を全体になじませて、毛先、内側、表面の髪の毛と、頬毛と前髪にもしっかりつけます。まず表面の髪の毛を取ります。だいたいこのぐらいの位置で後ろでまとめます。シリコンゴムで結びます。引き出していきます。結んだゴムを片手で持って、1センチ幅を引き出したら指2本を開けて引き出していきます。耳より前の髪の毛を上げて、後ろの結んだゴムの位置まで持っていったら、シリコンゴムで1本にまとめます。これが2つになっている状態です。上のゴムを少し下にずらして、指2本をこのゴムの下から通します。そしたら手をくるっとひねって、この下の最初に結んだ部分を輪っかに通します。下の髪の毛のゴムをきつく縛ったら、上の髪の毛を下ろしていきます。細かい髪の毛や引っかかってる髪の毛があるので、最後手ぐしで整えて、これで完成です。はい、ということで、ひとみさんお疲れ様でした。今日ね、まあハーフアップをちょっとやってもらったんですけど、まあちょっと難しいところのポイントとかもありやんか、はい、それちょっと皆さんにちょっとお伝えしていただいて、はい、はい、最後に後ろでねじって、引き出すことあると思うんですけど、指でこうグッとねじって、あの時に横の髪の毛が少ないと、ちょっとねじるのが難しかったりとか、崩れやすくなっちゃうので、ゴムがちょっと止まりづらくなるね。そうですね、ゴムが止まりづらかったりとか、なんかパラパラって変なねじりができちゃったりするので、横の毛量が少ない方とか、まあ、猫っ毛の方とかはトップの幅を少し狭めにして、横の量を多めにしてあげた方がやりやすいっていうのがポイントです。多分それだったらもうあれね、一回ちょっと自分でやってみて、でその自分でのこうバランス、黄金比みたいなのを皆さん見つけてもらえると簡単にできると。比較的サイドはちょっと多めの方がやりやすいってことですね。そうですね。なるほど、わかりました。あとは、まあ、私ぐらいの長さだったらちょうどできるぐらいなので、もうちょっと短い方とかはちょっとチャレンジするのが難しいかなっていうのと、そうですね、肩ぐらいはつくぐらいはないと難しいなっていうのと、逆にロングヘアさんとかミディアムぐらいの方はすごくやりやすい、簡単にできるアレンジだと思うので、
ので、まあ、ボブだけじゃなくて長い方もぜひ挑戦していただけたらなと思います。なるほど、はい、わかりました。確かにね、まあ、難易度だったりとかはあると思うんですけど、僕が気になってたのはなんかこうゴムを結んだ時に、まあ、上と下で分けるやんか、であとなんか引っかかったりするやん、で最後引っかかってるとこ取りますみたいな感じで言ったんですけど、ああいうところも他の毛を結びがちなので、一つ一つねゴムを結ぶ時はなんかうまいこと全体を溶かしながらやると皆さん綺麗になるかなと。なんかねこうゴム結んだらこうぐちゃぐちゃってなるっていう方も結構いらっしゃるので、なるべくそのゴムを結ぶときは丁寧にやるっていうことを心がけると、このヘアレンジに限らず綺麗にねまとまってくれるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。